いちわるチャンネル。おすぎです。今日はですね、テスラっていう映画なんですけど、先に言っときますけど、テスラってエジソンと同じ代なんですよ。それでいろんな発明をした人なんですね。で、私78になるまで、この映画を見るまで知らなかったんです。だから私も見てびっくりしたんですけど、普通じゃない生き方をしてる人なんですよ。私はそのこの人の発明がどんなに素晴らしいかってことが理解できないんですけど、ただ映画としてはとても面白く見ました。なんかね、なんかすごく私なんかみたいにバカだから、なんか頭に考えても何かをするってことはできないんだけど、こういう頭を持ってる人って結構口もうまいのよね。まあ映画だからセリフをいろいろ作るんだから当然のことなんだけど、でもやっぱし私にしてみるとエジソンとのライバルだったっていうのはすごいなっていうふうに思いますよね。で、イーサン・ホークがやってるんですけど、今までのイーサン・ホークって2枚目だったじゃないですか。すごいだけどすごいジジイになって、もう彼自身ももう年なんでそうなんだけど、ただ発明家っていうのをやるっていうのはすごく難しいと思うよ。それを非常にうまく演じてたっていうのが私にとってみるとすごいなってやっぱし思いましたね。誰もそういうことができないじゃないですか、発明なんていうの。それを演技で見せていくってすごく難しいことだと思うのよ。でもちろんそのこれは電気でこういうことができますよみたいなことのあれは出てくるけれども、それをどういうふうなきっかけでそこにたどり着くかっていうようなこともセリフも出てくるし、本人もその考えてるとこも出てくるし、ああだから発明家っていうもののそのものの考え方とか人間の在り方とか生活の仕方とかっていうのはとっても面白く見れることができました。恋人役も出てくるんですよ。アン・モルガンっていうモルガン財閥の娘がいるんですけど、それにくっついちゃうんですけど、これをイビ・ヒューソンがやってるというようなことも話題です。私なんかにしてみるとこういう発明とかなんとかっていうものに携わってる人ってエジソンしか知らなかったから、こんな人がいたんだこんな人がいたんだっていうふうに思いながら、映画っていいすごいなって、私が76年生きてきて知らなかったことを一瞬で教えてくれちゃう。ふとそんなことを思うのはなんとなく初々しい感じになっていいなと思わせてくれました。でも見ててとっても面白い映画だったんで、発明ってこともそうだし、どんな発明をしたかってこともそうだし、エジソンが敵だってことも含めて、なんかそういうことを考えてると19世紀っていうのは面白い、世紀だったんだなっていうことを思わせてくれました。たださ、なんていうの、人間頭がいいっていうことっていうのをどう描くかっていうのはすごく難しいじゃないね。絵で描くのはそれがよくできてんのよ。だから私ね、テスラ見て思ったことは、人間的にねエジソンみたいじゃないかったから、私たちが子供の時にこの人のことを教えなかった、先生たちも先生たちも知らなかったのかもしれないけど、でもそういうことがあったんだと思うんですけど、映画で知るっていうことのね、とってもなんていうの、いっぺんに分かっちゃうから、人間もそうだし、どんなことをやったかもそうだし、それからどんな評判を取ってたかも分かるし、どんな女に対してどんなふうに自分の態度を出したかっていうのも分かるし、っていうことは人間が分かるってことなんですけど、例えばエジソンをやると
映画にするとできたらしいんですけど、そのエジソンってもう私なんか昔から聞いてんから、すごく頭の中にすごい発明家ですごく人が良くてっていうふうにしか思ってないんだけど、今回どういうふうに描くかなんだと思うんですけど、だからテスラっていう人間を見た時に、ああそうだよねって、発明家だっていろんな人がいるんだし、変わった人だっているだろうしっていうのを思いながら、ああ人間ってやっぱ面白いんだよなっていうのを考えた映画でした。知らなかったことを映画が教えてくれるってね、ちょっとワクワクするのよ。ましてや発明なんていうのっていうのは、えこれもこの人が考えたのとかっていうふうになるから、だからご覧になると面白いと思います。この人がいなかったら、ね、今の時代はないんでしょうね、世界はないのかな。いやもう簡単に言うと発電所ができなかったんです。発電所は今日交流でしょ、だからこの人がこの交流っていうのをやらなかったら発電所はできなかったの。だからすごい人はすごい人なんだけど、人間としては果てなって思うよチャンネル登録よろしくね、お願いします。